こんにちは、速稼塾の久保です。いや、私はですね、40歳を過ぎてパソコンを始めました。そしてネットビジネスというものをなんだこれと言いながらね、当時2013年、こういうふうにやりながらね、最初に始めた覚えがあります。もちろん最初は何もできませんでした。何もと言ってもですね、できることはあったわけですよ。キーボードを打って言われた通りに検索するとかね、それからなんかこう動画のコメント欄に自分の考えを発信するってことができたんで、最初はそればっかりやってたような気がします。というのがね、最初から莫大稼いだりとか、最初から莫大に人を集めたりとかできるわけないんですよ。最初はほんの小さな一歩で、それこそね、本当にこんなことでお金の問題解決できるのか、こんなことで借金、膨大なる借金をね、数千万といわれる借金を返せるのかっていうところだったんですよ。でもスタートとしてやったのは、本当にですね、今までとは違った稼ぎ方をするってことでした。それから無我夢中でしたね。なんかその借金を返したいとか欲しいものがあるっていうんではなくて、新しい知識に対する好奇心と、その好奇心が満たされる、この繰り返しで日々を過ごしていったような気がします。もっと難しい難題はないだろうかとかね、もっともっと困難なことってないだろうかっていうふうに探求しながら、つまずきながら、立ち止まりながらやった覚えがありますけども、実際に2013年の6月14日にさあ始めるぞというような気持ちで、それを目的に、いわゆるネットビジネスで稼ぐことを目的にキーボードを叩き始めて、7月20日、だから35日後には80万円前後の現金を手にしてという現実があります。じゃあその時に私は何をやったのかっていうと、繰り返しますけども、自己アフィリエイトの方法は6月14日にやってみたんですよ。自己アフィリエイトね。で、多くの方が自己アフィリエイトっていうと、なんで今更って言いますけども、これね、ちゃんとやった人ってほとんどいないと思いますよ。だからどういうふうにちゃんとやるかっていうと、自己アフィリエイトの方法を自分がマスターしたと思ったら、クレジットカード1枚でも作れた、そして報酬が振り込まれたってことが分かったら、それを誰かに伝えれるかどうかなんですよ。もちろん自信とか恥ずかしさとか、信頼してくれるだろうかっても込みで、きちんと人にね、ちょっと話を聞いてくれないかっていうふうな形でアプローチして、その方がふんふんなるほどと、パソコンを横に並べて、じゃあやるからねって言って、こっちでも作業してくれるぐらいに付き合ってくれるかどうか、そういう人間関係ができているかどうかっていうのも込みでです。で、そういうのをやりながら、私は一人一人に、それこそ初対面の方も多かったですけどもね、 Facebook で自己アフィリエイトの方法が私は分かりましたんで、教わりたい方は19,800円用意して私と会いましょうっていう感じで、記事をずっとね、 Facebook に書いてました。で、なんかアフィリエイトの方法があるみたいですけどっていうので、ネットビジネスを教えてくださいみたいな方がどん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 私のところに、ね、一人ずつやってきて、でカフェとか自宅とか、その方のお宅に伺ったりとかして、本当に一軒一軒やってきました。で、結局は1ヶ月ぐらいで50人の方に、それをね、コーチをすることができたんですけども、一気にね、その半分の23人の方にお伝えできたのは7月20日にセミナーをやったからなんですよね。自己アフィリエイトセミナーを。で、料金は皆さん一律で19,800円、多少値引きした方もいたんで、合計で80万円弱になったわけですけども、そういったお金の稼ぎ方の中でね、私が何を得たかっていうと、自分ができることをやればいいんだということなんですよ。で、最近はみんなの銀行ってアプリがあるじゃないですか。確かにこれね、紹介コード付きでアプリのそのアカウントを作っても1000円しか入りませんよ。でも、じゃあこれをね、やらないとして1000円稼ぐ方法他に知ってますか、そしてそれをやってますかって聞いたときに、いや知らないしやってないって言うと思うんですよ。だったらこのみんなの銀行ってアプリをね、アカウントアプリ入れて1000円もらってくださいよと。そして次にやることは何かっていうと、同じ方法で自分の紹介コードが発行されるから、それを人に伝えていって、伝えてその人がアカウント作ったら、その人にも1000円、あなたにも1000円入る、両方で1000円入るから、じゃあ今度は自分が作業するんではなくて、誰かに作業していただくことによって自分にも1000円が入るという道が広がるでしょと。そしてこれマックス30万円までいただけるわけですよ。すごいじゃないですかって話なんですよ。でもそんなこと言うとね、自分でアカウントを作ったけども、それをね、知らせる人がいないよっていうような形にもなると思います。それでいいんですよ。だって知らせるべき人がいないと思ったら、これから知らせるべき人を作っていきましょう。それ以外ないじゃないですか、ね、できないことがあるんだったら、できるようにすればいいだけなんですよ。だからできないから、経験がないから、今までやってこなかったからということで、これからもそうしてしまうんだったら何もないです。今まで金持ちになった経験がないから、これからも金持ちになりませんって言ってるのと同じなんですよ。そんなわけはないですからね。今まで金持ちになってこなかったのはなぜかっていうと、金持ちになるためのルートを歩かなかったから、そのルートを知らなかったからなんですよ。だから新しい道がパンと開かれた時に、そこに勇気を持ってね、足を踏み入れていけば、あ、こういう道でみんな金持ちになってるんだっていうのが分かりますから、見えますから。そしてその先頭には私が歩いてるんでね、
自信を持ってついていってほしいなと思います。それだけですよね。あのゼロの法則とか結構かっこいい ねネーミング吉田さん考えるんですけども、私もすぐは思いつかないんですけども、結局言えることっていうのは、手が動くんだったら手を動かせ、足を動かせるんだったら足を動かせ、頭を動かせるんだったら頭を動かして、気持ちを動かせるんだったら気持ちを動かしていきましょうということで、自分が動くことによってきっと世界は変わり続けるんだろうなと思います。動かなければ動いてる人が先に行くだけだと思うんですよ。そしてね、何をすればいいか分かんない時にはいつでも私が待ってますんで、ぜひね、メッセージを送ってください。それでは。